皆さんご機嫌いかがでしょうか。爽快キクです。今回もね、任天堂スイッチ版チャンピオンジョッキースペシャル実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。さて、リアル競馬もね、秋競馬竹縄ですが、先週はね、菊花賞が行われて予想の方を本命対抗で的中いたしました。はい。ただ馬券は取っておりません。はい。これが国会クオリティですね。はい。現在5月3週52勝しております。まあ行きましょうか。まあ、オークスですかね。はい。湘南パンドラが出走予定だぞと。まあ、久々のチャンピオンジョッキースペシャルなんで、俺ら何に乗ってましたっけ。で、湘南パンドラはフローラステークスを買ってきたんですね。あ、そうか。フィリーズレビューで、その、桜花賞の権利を取りに行ったところを取れなかった。ただ、まあ、エルフィン勝ってるんで、まあ、桜花賞は出れた可能性が高いんですが、回避して、フローラステークス行って、まあ、1着と。ね。まあ、それでオークスですが、まあ、2-4 もね、まあ、ギリギリこなすんで、これまあ、ジャパンカップ勝った馬だからね。まあ、まあ、現能力は76ということで、ああ、ごめんなさい。そう、レッドリベールに乗ってたんですね。まあ、依頼が戸崎さんに行ってしまったんですね。ここはやっぱり、まあ、戸崎ジョッキーに、まあ、ね、青島厩舎の、ね、青島さんが、まあ、戸崎ジョッキーに依頼したということなので、まあ、俺は湘南パンドラ依頼されてるので、もちろん湘南パンドラ乗りましょうね。まあ、桜花賞では、まあ、2着に敗れてしまったと。まあ、それで、まあ、怒りの交代ですね。ね、俺らが、まあ、外されたんですね。屈辱ですね、これはね。ねえ、4番バッター、国会が、ね、3番バッターである、大谷選手。あ、ごめんなさい。なんで3番大谷で4番俺やねん、みたいな。どうでもいい話をしちゃった。大谷選手あかんな、ちょっとね。例え悪いね。何を話そうとしてか分かりました。まあ、そのあたりはまあ、まあ、ご想像にお任せします。さて、調子乗りすぎですね。ねえ。まあ、ね、要所要所で、阪神ジベラフィーズも2着に敗れてますし、桜花賞も2着に敗れて、まあ、当然ですよね、交代されるのはね。まあ、湘南パンドラ乗りましょうか。ねえ。もちろんライバルはね、まあ、たくさんいるので、まあ、まあ、湘南パンドラもチャンスあると思うので、もちろん乗ります。はい。よし、楽しみですね、オークスはね。まあ、それでポイントブランク。ちょっと厳しいですけど、まあ、乗りましょうかね。はい。サウススターマン。まあ、これも結構いいですね。乗りましょう。サウススターマンってそんな覚えてないですけどね。63は結構能力ありますね。まあ、それで土曜日もね、重賞あるみたいなんで。まあ、平安ステークス。ダートの重賞ですね。アムールポエジー。シンガリッキとかね、乗りたい。ナイスミーチュー懐かしいね。フランジェリコ乗ろうかな。ね、シンガリッキ。ちょっと、まあ、依頼が来てるわけではないんですが。はい。まあ、それでカジキ。ミヤビエルビス。まあ、ミヤジエルビスに乗りましょうか。ね、直行きあるんで、前走ね、乗ってますからね。はい、ランリョーもね、直行きがあるまで乗りましょう。はい。まあ、それで、エイシン・ハドソン。まあ、ハドソンね、ファミコン時代にね、お世話になりましたから、エイシン・ハドソン乗りましょう。はい。はい。まあ、ルミナス・パレード。まあ、乗りましょうかね。はい。それで、海外からも来てるので、プリークネス・ステークス。ね。プリークネス・ステークスって、あの、三冠戦ですよね。ウィー・ミス・アーティ。乗りましょうか。まあ、オス一機あるんで、案外勝てるかもしれませんよね。ちょっと待てよ。ごめんなさいね。成績は見れないんやね。まあ、乗りましょう。よし。さて、行きましょうか。レースに、レッツゴー。まあ、今週はね、秋天ですからね。秋天、まあ、コーンメンバーが集うみたいなんで。まあ、楽しみですよね。はい。さて、プリークネスステークス、11番人気。人気ないんで、これ、オースト1機あるんで、オースト1機の裏技使いましょうか。チャンスあるかもしれませんよね。まあ、1番人気がカリフォルニアクローブ。まあ、ね、バリバリの G1 馬ですから。ね、2番人気バイエル。まあ、行きましょう。もめきり、前行きましょうよ。
大須一騎の、ね、裏技が炸裂すれば勝てるかもしれない、うん、ね、ケンタッキーダービーも、ね、同じような乗り方してね、最後届かなかったんですよね。このまでしたっけ、うんうん、この音楽はちょっと気合入らんよ、うん、まあ行きましょうね、うん、このね、やっぱりアメリカのダート参加戦はね、前行ってなんぼですよね。後ろで溜めてる競馬とかあまり見ないじゃないですか。ただこれペース早いよね。ねえ、ハミレベル 1,2,3,4,5,6 ですから、6でこんだけね、3番手ですからね、ちょっと苦しい競馬になりそうです。まあここはさすがに落としましょうね。うん。はい、かかり癖。よし。うん。もうかかっとるね。ちょっともう上がってきましょうね、これもうちょっと苦しいけどね、これちょっと手応えがないかもしれません。ちょっと手応えがないです。もうゴーしようね。すごい、やっぱりこのね、アメリカの三冠戦は甘くない。オーストリッキー来た。ちょっと苦しいね。まあ超ハイペースですね、これ。もう手応えが残っていません。はい、もう一瞬の切れ、追い打ちの練習、本番で追い打ちの練習するなよみたいな。ちょっとカリフォルニアクローム、やっぱりこのね、アメリカのダートの三冠戦はもうね、レベルが違うなっていうところで、はい、まあ土曜日ですね、京都競馬場、雨おもばば、まあ、ね、4枠先頭を狙いに行きましょうかね。まあ各馬ですよね、行きましょう。レース、まあ、ダート競馬ですから渋った方がね、前有利なはずなので、思い切って前行った方がいいと思いますね。ね、雨のダートやっぱりね、砂がね、後続のまあ砂かぶると痛いでしょうからね。ね、ジョッキーはなんかフェイスガードとかつけてますけど、馬もつけてたりする。どうですかね、馬でフェイスガードはつけんか。行きましょうか。もう前行った方がいいと思うんで、ちょっとだ、逃げてる馬はね、ちょっと警戒逃げてるんで、タイミング合いませんね。手応えいいですね、前の馬ね。よし、来た。合わせよう。真ん中から抜けてくるか、お前。真ん中から抜けるか。手前で。手前で。大道、大道、大道。ねえ、やっぱり行った行ったの競馬に近い感じでしたけどね。はい。やっぱり前、もうちょっと積極的に行くべきでしたね。はい。4着。はい。なんかね、惜しいですよね。4角先頭取れれば、押し切ってたんじゃないかなっていう。はい。エイシン・ハドソン。まあ、オンボアですね。まあ、一番人気がね、アルタイム。まあ、芝のレースなんで、ね、やっぱりその、雨降ったら、うちのね、芝コースが傷んで、外差し有利っていうね。そういうのがね、リアルと同様に競馬ゲームでもあればね、面白いんですけど、まあ、逃げ前のことはね。まあ、菊花賞でもね、やっぱり外の方が有利でしたよね。名勝タバルあたりは、まあ途中から来ましたけど、まあ最初から逃げるという手はね、まあ取るつもりは、なかったんでしょうね。ねえ。まあ、やっぱ逃げ馬、打ち立ち走りたいよね。まあ行きましょうか。この辺りをね、タイミング合わせたいですよね。まあでも、打ち足走れるんで。タイミング合っとるな。合ってる。
うん、ちょっと苦しい。これ4コーナー回らないといけないんですよね。よし。あ、ちょっと何やってんの、ちょっと何をやってんの、前。あんなん久々に見ましたね、なんか。やってもうた、これ。空使ったんですか、今。うわぁ、もう、ちょっと今のは怒られますね。みんなのハドソン大丈夫か、ねえ。手応え、もう最高の競馬だったんですが、ちょっとでも、ねえ、仕掛けのタイミングが難しかったですね。はい、乱量。ちょっと低たらくが続いてるんで、まあ、15番人気ですけど、直一騎と武器がある馬なんでね、はい。まあ、不良馬場で、馬場割れてますけどね。まあ、行きましょうか、レース。ねえ、馬場の真ん中から差し切るみたいな、ね、高度なテクニック使ってみたいんですけど、うん、ね、たまにはね。まああまり前の方に行ってもしゃあないですからね。うん、まあスローですかね、これはね。まあこの位置でね、キープしておけば、ちょっと仕掛けを遅らせれば直撃出ると思うんで。まあでも折り合いついていいですよ。あまりね、外回るのもどうかと思うんでね。ここから上がっていった方がいいよね。ちょっとタイミング合わないな。大飛びなんかな。まあね、ちょっと前がいるんで、どうなるかね。おいし、来た。させさせ、届け届け、こうなってねえよ。よし、させさせさせ、手分けて、届かないか届かないか、一瞬抜けてこい、手分けて、おい虫、ちょっと苦しい、乱量、苦しい苦しい、ちょっとエッピリ虫や。なんか言われましたね、なんかちょうどいい下手くそさが面白いって言われてね、コメントでね。まあ、うまくはないですよね。いやー、ちょっと今日はひどいな。さて、ミアチエルビス12番人気。ね、人気のある馬が全然乗せてもらえなくて、シドニートロフィーですね。1番人気が、まあ、アドラルシャワー。はい。まあ、この馬も直撃ともね、武器がある馬ですからね。行きましょう。まあ、ダート戦になんでね。ね。いいですね。まあ、馬場のね、真ん中から馬群を割ってくる競馬が一番理想ですね。位置取りエクセレント。いいね。上がっていきましょうか。まあ、ね、これは、いい位置いるんで。よし、来た。直撃、させ、届け。ゴー、またゴーなってねえよ。ちょっと垂れるか、垂れるか。ゴーなってなかったら、やっぱり威力がそがれるのかな、直撃ね。苦しいね。なぜかひっぴり腰。なぜかじゃないな。いけませんね。これはいけませんね。はい。なんか、あかんねえ。さて、平安ステークス。ね、最高峰から、シンガリッキーの馬なんで。まあ、死んだふりでいきましょうか。まあ、ただ、1番人気、サンビスタ。ね、一流どころですね。2番人気、インカンテーション。3番人気、ベルシャザール。まあ、ちょっとこれは苦しいけど。まあ、追い込みがハマったらいいな。ハイペースになればね、案外ハマるかもしれませんので。もう、これは、漁夫の利用を狙いましょう。よし。ね、もうそれでもう、打ち回るしかないですよね。まあ、再打ち、をね、追い込むっていうのは本当に賭けなんで、まあどうかと思いますけど。まあ打ち終わりましょう。ケツ2だったら追い込み出るよね。ね、死んだふり。道中死んだふり。もうかかっとるかな。なんで最高峰でかかんねん。ねえ、最打ち開くでしょうか。最打ち突っ込む。たまに最打ちを突く追い込む場合いるよね。も
もう最内つくしかねえな、これ。もう行くしかねえよ、もう。もう行け、行け、頑張れ、頑張れ。これは無理やな。ちょっと離されすぎましたね。小雪はたまにありますよね。うん。ジョッキー下手だなと思って。もう追うしかないわ、ここは。うん。これはちょっと、こういうのはもうジョッキー、馬券買ってる右からしたら腹立つよね。しんがりき、来た、来た、来たが、どこまでか、どこまでか、ってわけで、なんでうちに入ってくるんだ、お前は。一瞬抜けで、開く、開く、開いた、開いた。ダメだ、今日終わってますね、ちょっとね。ひどい競馬だ。ねえ、ちょっと道中離されてしまうと、馬券買ってたらね、腹立ちますよね。やる気あるんか、みたいなね。さて、東京ですね。日曜日ですね。はい。まあ、天気、両馬場なんで、まあ、一番人気ですね。真空安の反応、ど根性、レース。まあ、ここしっかり乗りたいですね。ね。まあ、先行馬ですから。こういうのがやっぱりインのポケットに入って抜け出すのが理想ですかね。ねえ。まあ、でもこの位置ならいいですよ。ねえ。よし。最高の位置や、これは。いいですね。もうタイミングが合いやすいな。東京ですか、ちょっとしばらくはね、やっぱ直線入ってすぐ鞭打ったらあかんと思うんで。うん、瞬間の反応来た。さて、こっからがね、これ普通追うのがいいのかな。手も書いて、うん、こっから追う。粘ってくれ、粘ってくれ、あと 100m だ。まだ辛抱や。手も書いて。それで追い鞭がぴったり。あー、ちょっと待て待って待って、うーわー、なんだよそれ。2着ですかね。最後刺されましたね。いや、悔しいですね。さて、日吉特別。ポイントブランク。1番人気がアパラチアコスモ。2番人気がザグロスプレシャス。まあ、まあ、4角先頭あるんですね。行きましょう。はい。ねえ、だから東京のダートはね、やっぱり直線が長いので、こんなすぐにね、直線入ってから鞭打つようでは最後垂れますよね。フェブラリーステークスでね、その津田ビクトリーがね、あれだけ気分よく行って最後垂れるみたいな、やっぱ東京ダート最後溜めないといけないんだなみたいな、ありますよね。ちょっと早いな。なんか言ってることでやってることが逆っていうね。もう知らない、間違えたんだよ。まあいいよ、行くわ。もう間違えたことがこうそうすか。来たね。よし、行こう行こう。4か生徒来た。よしよし、行こう。粘ってくれ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 、まだチャンスある。手曲げて、もう一回手曲げて、手曲げの早いか。頑張れ、追い道うまくいってる。ちょっと立つな。ダメや。難しい。うまくいかない。ねえ、8番人気9着。さて、これでねえ、G1 ですよ。もうこの週は、ねえ、踏んだり蹴ったりの競馬だったんで、まあ、3番人気ですよね。まあ、直一気出したいかな。まあ、オース一気でもいいですけどね。まあ、オース一気か直一気狙って、まあ、ハープスター後ろからやってくるんですよね。まあ、一番人気ヌーボレコルトと、まあ、ヌーボレコルト先行ですから、ね、ハープスターに抜かれたらしゃあない気持ちで、ヌーボレコルトマークですよね。まあ、11番。行きましょう。レース。はい。ヌーボレコルトをマークする形でいいんじゃないかな。あ、ちょっとファンファレ聞きたかったね。よし。ナイスタート。あ、11番か、ヌーボレコルト。あ、そうですね。
まあ、お席でもいいんだよね。前行ってもいいよね。ヌブレ来るとやっぱりね、前で残られると厄介だからね。うん。うん、ねえ、結構積極的に行くんやね。まあ、ハプスター後方でしょうから。うん、まあいいですね。まあ、リラックスして走れてるんで。うん。まあ、後ろちょっといるんですけど、まあいいでしょう。ここでちょっと登るんですね。まあ、それで、登って3コーナーからやっぱ下ると思うんで、ここでギア入れるのがいいのかな。ねえ。うん。ちょっと内に入りすぎたら大関出ないんで、うん、いいですね。800、うん、折り合いバット、ここで折り合いつけてる場合じゃねえよ。何を言ってんだ君は。よしよし、いいぞ。よし、5、手応えは残ってる。手応えは残ってる。オーストイッキー来た。さて行け、粘ってくれっておかげで、あとまだ先はあるぞ。ゴールはあるぞ。追い打ち、追い打ち、追い打ち。ハープスターは来ない、ハープスターは来ない。よしよし、これが国会の意地だ。やりました。2着ヌーボーレコルトですね。ね、うん、ね、久々じゃないですか、 G1 勝ったの。はい、湘南パンダだね。3着までですね、ハープスターはね。はい、うん、はい、見事な競馬でした。我ながら見事な競馬。あ、キク君、八大競争全制覇おめでとう。うん、今日はあなたに会ってみたいって人を連れてきたわ。八大競争制覇なんてなかなかできんこっちゃ。それで、その腕でぜひうちの馬を勝たせてもらおうと思ってな。石上調教師か。これからお前の騎乗依頼もしようと思うとるさかい、よろしく頼むで。みたいな。はい。うん。ちょっとリーディング見ておきましょうか。うん。ああ、やっぱ1位なんですね。はい。うん。まあ、というわけでね、今回はこれで終了します。気分よく終わりました。まあ、天皇賞秋ですけどね、天皇賞秋よく当たるんで、また予想をね、公開しますんで、まあ、俺らのその予想をね、外して買う方が多いと思うんで、ただ、天皇賞秋は結構よく当ててます。はい。それではね、ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。